応えありそうじゃねえか。私の番です。行くぜ。Thank you.
なんです。報告は、ではする前にライティングされたこのビルを見かけましたが、こうして実際に見上げるととんでもない大きさですね。気持ちはわかるよ。まさにクロスベルの新しいランドマークって感じですよ。しかしこんなでかいビル、一体前の視聴者に比べてでかすぎるんじゃねえか。まあいろいろな機能が盛り込まれているビルだから。市や自治州の行政区画以外にも国際貿易センターや文化交流に関するフロアもあるの。まさに大陸西部の中心となるべく建造されたと言えるでしょうね。スケールでもそんな風に
言われると今回の通商会議も納得ですよね。実際このビルの完成でクロスベルへの資本情報集中は今まで以上に加速するだろうね。そうした展望を踏まえての今後の取り決めなんかが話し合われるってところかな。ええ、そう聞いているわ。もっとも経済的な話だけにはとどまらないでしょうけど。さてと、ダドリーさんとは勝負に1階の玄関フロアで。そうね、まだ時間はあるけど。まあとにかく用事やら準備なんかは済ませとこうぜ。何が起きても問題に。そうですね。さては、用事と準備を済ませたらビッ。ダドリーさんとは正午に1階の玄関フロアで待ち合わせし、まだ時間はあるけど。すごいな。なんつうか豪華かつハイテクって感じだね。 IDC ビル以上に近未来的な雰囲気ですよね。確かビルの全フロアに動力ネットが引かれているはずです。 IBC とも連動しているため株価指数などのデータも。いや、ええ、そのあたりはおじさまのアイデアみたいね。なるほど、銀行家ならではの発想ってわけだね。よし、それじゃあダドリーさんが来るまで待たせてもらうか。今日は一般客もいないし、そちらのソファーで待たせてもらいましょう。来ていたか。現在正午ちょうど。通商会議が始まるのは1300となって、あと30分もすれば首脳たちがやってくるだろう。なるほど。本当ならば私が会場周りを軽く案内するつもりだったが、思わぬ人がお前たちを案内してくれると申し出てな。思わぬ人？よー諸君、よく来てくれたね。 ディーター市長。おじさま、半月ぶりだね。エリー、ロイド君、ワジ君に、ノエル君に、トッと、ランディ君とティオ君は久しぶりかな。お久しぶりっす。ご無沙汰してます。でもどうしておじさまが。通商会議の直前でお忙しいんじゃないんですか。準備ならとっくに済ませて、あとは首脳たちを待つだけでね。気分転換も兼ねて君たちを案内させてもらおうと思ったんだ。ダドリー君、構わないな。市長がそうおっしゃるなら、お前たちくれぐれも市長に失礼のないように。それと一通り案内されたら34階の警備対策室に来い。了解しました。では市長、
また後ほど。ああ、よろしく頼む。有能な捜査官だが少し融通が効かないところがあるな。彼の職分からするとそれもまた美徳なのだろうが。まあ鬼の捜査一課としての威厳もあるんだろうからね。おっと、肝心なことを言い忘れていたな。支援課の職務、オルキスタワーへようこそ。さあついてきたまえ。さすがマリアベルさんのお父さんなだけはありますね。まあせっかく案内してくださるみたいだし。ああ、エレベーターが3機も。へえ、さすが豪勢。まあ地上40階の高さだからね。専用のエレベーターを入れたら全部で6機が運用されている。それはすごいですね。さて、全部のフロアを案内するわけにもいかないから会議関連のフロアに限定しよう。まずは警備対策室のある34階だ。よろしくお願いします。なるほど、ダドリー君からも聞いたが確かに危うい状況だ。はい、両兵団と犯罪組織の動向に帝国政府と共和国政府の思惑、そして両国首脳を狙うテロリストの脅威もあります。それと謎のハッカーですね。奪われたタワーの図面はやはりこちらの端末から。ああ、どうやらオルキスタワーのサブ端末をハッキング。 IBC の一件があって以来システム部門でもハッキング対策は強化していたつもりだったが、まだまだ不十分だったようだな。うん、ハッカーなんてまだまだ数は少なそうだけど。やっぱりエプスタイン財団の関係者の可能性が高いのかね。現在ロバーツ主任はその可能性を探ってくれています。ただ今回は財団の関係者ではないような気がしますけど。まあそちらの調査はおいおいするしかないだろう。傭兵団や犯罪組織、テロリストたちも心配だが、それ以上に気になるのは首脳たちの狙いと思惑でね。首脳たちの狙いと思惑。つまり通商会議の参加者ってことですか。君たちが会ったクローディア姫とオリバルト王子については私もあまり心配していない。レミフェリアの太后閣下もやはり信頼に足る人物だ。問題はオズボーン宰相とロック。二大国の首脳。確かにクロスベルの命運を握っている二人だとは思うけど、具体的に何か動きでも。いや、その逆だ。会議の開催にあたっていくつかの取り決めや国際協定などの提案を事前に送ったのだが、そこで返ってきた返答が両国とも好意的すぎたのだよ。まるで本気で西ゼムリアの平和と発展を望んでいるかのように。それはさすがに不自然ですね。いつも断るごとに反発し合っている二国なのに。ああ、正直会議そのものがどう流れるか予想もつかない。かなり厳しい展開になることも覚悟する必要がありそうだ。なるほど。やっぱり政治的にも大変な状況なんですね。まあマクダイル議長も力になってくださるだろう。
うまくいけばリベールやレミフェリアなどを味方にして交渉できるかもしれない。とにかく腹をくくった上でエイドスに祈るしかないだろうさ。おじさま、すみません、そんな大変な時に案内なんてさせてしまってとんでもない。逆にそんな状況だから気分転換しておきたくてね。わざわざ君たちの案内を買って出たというわけなんだ。そうでしたか。光栄です、市長閣下。じゃあ、ああ、おっと、到着だな。してもらえたようだね。ここが34階、国際会議などが開かれた時関係者が待機するフロアに。それではざっと見て回るとしようか。はい、お願いします。しかし報道陣ってことはグレース女子も来るのかな。なあ、クロスベルタイムズのリストにあったと思うから多分取材に来るだろう。ちなみに報道陣は取材と記者会見の時以外はこのフロアから出さ。なるほど、合理的だね。たまに警備をすり抜けて突撃インタビューをするような乱暴な記者もいますものね。というかグレースさんが一番そんな感じですけど。さすがに見つけたら。これは見事だね。休憩室みたいだけどすごい開放感だな。ここは会議の関係者に用意されている休憩室だ。休憩時間などに遠慮なく利用してくれたまえ。はい、遠慮なく後でお茶でも一服しに来ましょう。さて、こんなところで次のフロアに案内しようか。ここは非常階段エリアですか。下への階段は封鎖されてるみてえだな。本来なら階段を使って1階まで降りることができる。しかし今回の会議中は34階35階36階以外は。なるほど、警備上の理由ですね。でももし地震なんかが起きた時はどうするんだい。その場合自動的に全ての非常階段が開放。まあ完璧なセキュリティはありえないということ。なるほど、気をつけておきます。ハッキング対策なども考える必要がありそうですね。さて、せっかくだから階段を使うとしようか。35階、国際会議場フロアだ。
そちらが。この後行われる国際神前という名前の腹の探り合いの舞台、国際会議場だ。これはすごい見晴らしです。これだけ天井が高いってことは2フロアぶち抜きみたいだ。ああ、そのため上の36階はコの字型の構成になっている。ちなみに両脇の部屋は各国首脳の関係者が詰める控え室になっていてね、護衛の将校などが待機することになるだろう。なるほど。確かにそういう部屋も必要だろうね。さて、最後のフロアに案内するとしようか。ここは会議に参加する各国首脳に用意された控え室のあるフロアだ。ざっとだけ案内しよう。お願いします。部屋で優雅に時間を過ごしたいもんだね。こちらはオリバルト殿下に使ってもらう予定の控え室だ。左翼にも部屋があって参加者ごとに割り当ててある。まあ会議でヒートアップした頭を冷やしてもらうための場所かな。なるほど。一応こうした部屋にも動力ケーブルは。ノー、目立たぬ形で配線がされているはずだ。まあ他の部屋については割愛するとして、最後にあそこだけ案内しておくとしようか。これはディーター市長。お疲れ様です。楽にしてくれたまえ。この回廊室からは会議の様子を一通り確認することができる。機密性の高い会議などではカーテンを閉じることもあるが、なるほど。会場の様子を確かめられるのはちょっとありがたいな。そうね、何かあったら駆けつけることができそうだし、そういう意味では巡回ルートにしたいですね。さて、これで君たちが警備する3つのフロアを案内したが、最後にとっておきの場所へ案内させてもらうか。とっておきの場所？へえ、どこっすか？このビルで最も見晴らしのいい場所さ。これはさすがに。言葉も出ないな。ええ、そうね。街がまるでミニチュアみたいに見えますね。いやー、夜はさぞかしすんげえ景色なんだ。いずれこの場所は展望台として市民に開放しようと考えている。政府関係者だけが独占するのはあまりにももったいないからね。なあ、それはいいですね。キーヤちゃんもここに連れてきたいわね。おっと、失礼。なあ、そうか、わかった。すぐにそちらに向かおう。どうやら首脳たちがタワーに到着したようだ。申し訳ないが、これで失礼させてもらおう。そうですか、本当にありがとうございます。
いやマジ楽しかったっす。いい経験をさせていただきこちらこそいい気分転換をさせてもらったよ。それではまた後で。警備の方は頑張ってくれたまえ。はい、お任せください。ま、推薦分くらいは頑張らせてもらおうかな。エイドスのご加護、会議の成功お祈りしてます私も祈っているよ。さてと、俺たちもだ。確か35階の警備対策室でしたね。しかしこのまま何も起きなきゃいい。そうですね。それではこれより西ゼムリア通商会議の本会議を開始いたします。議事進行は僭越ながら私ヘンリー・マクダエルが行わせていただきます。会議は一度休憩を挟んで約5時間を予定しております。イアン・グリムウッド弁護士、クロスベルのみならず周辺諸国で活躍している法律専門家です。国際法、慣習法にも通じているため本会議への参加を要請しました。はじめまして、イアン・グリムウッドです。ほう、あなたが有名な熊ひげ先生か。人権問題などにも積極的に関わられている。よろしくお願いします。誠心誠意務めさせていただき。遊撃士アリオス・マクレイン、やはり周辺諸国で多大な功績を挙げていることで知られています。遊撃士協会という中立的立場から本会議の安全を保障してもらうため参加を要請しました。アリオス・マクレインです。お見知りおきを。風の牽制だったか。共和国でも何度か君の名前は耳にしておるよ。デートでもたまに聞きます。恐縮です。それでは早速となりますが、各議案の検討に入りましょう。定義者ディーター・クロイス市長、説明と補足をお願いします。はっ。まずお手元にある資料の最初にある議案ですが、始まりましたね。ああ、でもアリオスさんが呼ばれているのは聞いてたけど、イアン先生まで呼ばれてるなんてな。しかも熊ひげ先生の名前で知られているみたいですし、国際会議では様々な合意で協定が交わされることがあるわ。その場合既存の国際法や国際慣習法などに照らし合わせて妥当かどうか判断する必要があるの。なるほど、そのためのアドバイザーがあの熊ひげ先生ってわけだね。しかし始まったはいいが、さすがに小難しそうな話をしてるみてえだな。まあ会議の内容に関しては我々が関与するところではない。この通商会議が無事に終わるか、それだけに集中しておけ。はい、心得ています。それでは早速打ち合わせ通りに。ああ、お前たちには34階、35階、36階を一通り巡回してもらう。
一応お前たちの身分は全関係者に伝えている状況だ。各国首脳のスタッフや招待されたマスコミなどにも話を聞いてみるといいだろう。了解しました。それでは私は34階に戻る。エイドスの加護、何かあれば連絡してこい。やっぱりダドリーさんも何かあると思っているらしいな。ええ、これだけ怪しげな動きがあって何もないのは不自然かと。どうやら気合を入れて巡回する必要がありそうですね。早速巡回を始めるかい？ああ、一通り回りながら関係者に話を聞いてみよう。
よし、これで一通り回ったか。今のところは特に問題なさそうですね。ああ、この調子でもう一度見て回るとしようぜ。そうね、会議の方はどうなっているのかしら。そうだな、市長や議長が頑張っているとは思うけど。問題は鉄血宰相にロックスミス大統領です。まあ休憩時間になったら誰かに聞けばいいんじゃない。気休め程度にしかなっていない。いやいや、市長暗殺未遂事件で大金星を挙げた君たちだ。この場にいてくれるだけでも私としては非常に心強いよ。そう言っていただけると。ありがたいですね。それで先生、会議の方はどうなんですか。さほど荒れた雰囲気は感じられませんでしたか。ああ、今のところは順調だよ。いくつかの通商協定には各国の同意も得られたし、ディーター市長の呼びかけも無駄にならなかったようだね。そうですか、ちょっと安心ですね。しかし、今のところってことは何か懸念でもあるのかな。オブザーバーである私の口から言うのもなんだが、前半は貿易や金融などの経済的な議案がほとんどだったんだ。しかし会議の後半は各国首脳から提議される議案、しかもどうやらクロスベルの安全保障に関する話が出るらしい。それは安全保障ってことは軍事の話も入るってことか。でも2年前に締結された不戦条約もありますよね。あれはリベールの女王陛下が当時のクロスベルの危機的状況を抑えるために提案したものだ。レミフェリアは関わっていないし、何よりクロスベルそのものが不戦条約には関わっていない。その意味でそれとは別の新たな安全保障の枠組みが求められます。それは祖父も懸念していました。ならクロスベルを交えた新たな条約を結べばいいのでは。そうですよ、不戦条約と同じ国家間の争いを武力で解決するのを禁止するような枠組みを。そうか、クロスベルは国家じゃない、帝国と共和国によって承認された自治州でしかない。そう、それはつまり国際条約を締結できるような国家主権を持っていないということだ。経済的な協定は結べても対等な立場での条約は結べない。それが結果的にこの地の安全保障をひどく危うくさせてしまっているわけだ。
ややこしいが、なんとなく分かってきたぜ。すみません、ちょっといいですか。クロスベル以外にも自治州というのはあります。レマン自治州、オレド自治州、ノーザンブリア自治州、それらの自治州も同じように国際条約は結べないのですか？いや、そんなことはない。確かにそれらの自治州もそれぞれの歴史的事情によって国家としては成立していないが、宗主国から委譲される形で同等の主権が認められている。宗主国、それらの自治州が決定的にクロスベルと異なる点、それが成立を承認したのがアルテリア公国ということなの。アルテリア公国というと、七王教会の総本山だったっけ？ええ、国土は小さいけど宗教的な権威を持っているから。そこに頼って成立しているの。だがクロスベルは帝国と共和国に承認されて成立する自治州、いわば宗主国を2つも持っている形になっているんだ。ええ、そしてそれが歴史的に様々なねじれと悲劇を生んだ。クロスベルに少しでも主権が認められればもう少し状況は変わるのでしょうけど、それを二大国が認めることは永遠にありえないでしょうね。そんな、ため息が出てしまいますね。話を戻すが、どうやら宰相と大統領はそれぞれ安全保障に関する提案があるらしい。無論それは対等な条約を各国が結ぶというものではない。今頃議長や市長たちは警戒を強めているところだろうね。すまない、不安にさせてしまったようだな。まあ、マクダエル議長などはこのような状況は慣れっこだろう。それにリーダー市長の方は何やら策があるようでね。策ってそれはどういう？いや、詳しい話は私も聞いていないんだ。特務支援課ロイド・バニングスです。バニングス、こちらは記者会見が終わった。首脳たちは36階に引き上げたが、お前たちはどこにいる？はい、34階の休憩室ですが、何かありましたか？実はオズボーン宰相とロックスミス大統領からそれぞれ申し入れがあった。休憩時間中、お前たちと直接話がしてみたいそうだ。相手が相手だ。さすがに断ることもできん。休憩時間中に36階にある両首脳の部屋を訪ねるがいい。左翼の採用が大統領、右翼の採用が最小の部屋だ。待ってください。さすがに荷が重すぎますよ。甘えるな、バニングス。両者の思惑を伺えるまたとない機会だろうな。わかりました。すぐに両首脳のとこ。エリー城に頼れ。ビップ相手は慣れているはずだ。話が終わったら報告に来い。了解です。ロイド、おい、
不穏なことを言ってやがらなかったか。ああ、どうやら冗談ではなさそうですね。いやはや驚いたな。どうやら思っていた以上に特務支援課の名前は知れ渡っているようだ。いや、両首脳のスタッフにそれぞれ知り合いがいるんです。それで興味を持たれただけかもしれません。なるほど、そいつはありそうだな。だとしても断るわけにはいかないわね。ああ、36階の左翼と右翼の採用の部屋だ。早速訪ねてみよう。了解です。イエス。出張した時にばったりとな。なんとか逃げようとしたんだが、なんつかばっちまったよ。何発殴られたと思う？一発も。代わりにしがみつかれて泣かれてしまったんじゃないですか？ね。ルーシー先輩の気持ちはわかりますから。多分先輩が普段どれだけ危険なことをしているのか気づいたんじゃないかと思います。女ってのは頭に恐ろしく鋭くなるからな。やりにくくて仕方ね。自業自得ですね。懐かしいな。レオ先輩とも会っていませんし、いずれ同窓会とかしたいですよね。先輩、ダメですよ。そこは、おお、見知らぬあたりでパーッと豪勢にやるかとか言ってくれないと。一本取られたな。約束はできんが、ま、努力はしてみるさ。期待しないで待っててくれ。わかりました。楽しみに待っています。それでは私はこれで失礼します。ああ、ジークのやつにもよろしく言っといてくれ。やれやれ、ほんと成長してやがんな。さすがは次期女王陛下。あんたらもそう思わないか？気づかれてたか。あ、すみません、立ち聞きするつもりはなかったんですが。そのついてもエリーさん、すごく興味津々でしたね。ティオちゃん。いや、でも気になるぜ。一国のお姫様相手に随分お安くないじゃねえの。ああ、学校の後輩ってだけだ。といっても日曜学校じゃなくてジェニス王立学園ってところだが。ジェニス王立学園、確かリベールにある有名。ええ、確かに留学生も多く受け入れているけど。それじゃあ
国費で留学されていたんですか？いや、ポケットマネーさ。ギリアスのおっさんな。そんじゃ、俺もこれで失礼させてもらうぜ。ああ、そういやあんたらタヌキどもに呼ばれてるんだってな。どちらも一筋縄じゃいかないから、せーの。相変わらず怪しさてんこ盛りな人ですね。リベールの次期女王の先輩にあたる情報将校か。ますます興味深いね。いずれにしても彼が鉄血宰相の配下として動いているのは確か。何を狙っているのか見極める必要がありそうだな。お待ちしていました。クロスベル警察特務支援課の方々です。はい、こちらが。ええ、あなたが。どうぞ中に。それでは失礼します。大陸最大の国家の一つ、カルバードの主。さすがにちょいとばかり緊張してる。失礼します。閣下、クロスベル警察特務支援課。おお、よく来てくれたな。遠慮はいないよ。さあ座ってくれたまえ。あ、はい。それではお言葉に甘えて。いきなり驚いただろう。いや、こんな時でもないと時間が取れんと思ったもん。忙しいだろうに、すまんな。いえ、そんな。お気遣いいただき恐縮。確か君はマクダイル市長のお孫さんだったかな。確か前に祝賀会か何かでお目にかかったことないかね。はい、祖父の付き添いで共和国を訪ねた折にお目にかかっています。おととしのことになりますね。おお、確かにそうだ。しかしあのマクダイル市長が今は退かれて自治州議長とは。あのお年にしてあの情熱、まさに政治家の鏡というものだ。祖父が聞いたらきっと喜ぶと思います。ところで閣下、今日はどのようなご用で。君たちの話はキリカ君から聞いていたのでな。シュバルツオークションの顛末も痛快だったそうじゃないか。もう言っちゃなんだが、前のハルトマンという議長は鼻持ちならない男だったからな。その失脚のきっかけを作った功労者たちの顔ぶれは一度見ておきたかったんだ。恐縮です。どっちかというと勝手に。そうですね、あんな教団と関わっていた時点で。あ、そうそう、それとその教団だ、 DG 教団。大陸各地で悪さをしていたが、最大の被害者は我が国でな。連中にとどめを刺してくれたことも改めて礼を言いたかったんだよ。いえ、当然のことをしただけです。それに自分たちの貢献などほんの些細なもので。なんでも警備隊すら操られていた危機的状況だったそうじゃないか。そんな中、一人の少女を守って邪悪な教団に立ち向かった。いやいや、なかなかできることじゃない。いや、本当に恐縮です。過分なお言葉。実際あの事件が下手に転んだら大変なことになっていただろう。 IBC も邪悪な教団に占拠され、国際貿易と金融がストップする。そうすれば共和国経済にも深刻なダメージだったに違いない。それは、そうなると
君たちには勲章でも送らないと格好がつかんかもしれんな。よし、帰ったらすぐにでも豪勢なのを手配させてもらおう。いや、ちょっとお待ちください。自治州での事件なのに共和国政府から勲章をもらうのはちょっと。マクダエルの爺様からもすでに表彰状をもらってほしい。何もおかしいことはない。クロスベルの問題はすなわち宗主国である我が国の問題だからな。カッカそんな顔をするもんじゃな。鉄血宰相にも呼ばれておるのだろう。もう少し話したいところだが、そろそろ行くといいだろう。勲章は必ず手配するから楽しみに待っててくれたまえよ。お疲れ様でした。オズボーン宰相のお部屋は反対側になると思い。わざわざありがとう。いえ、それでは。さすが大国のトップだね。とんでもない大だぬきじゃないか。ワジ君、めったなこと言わないの。でも結構露骨でしたよね。私たちを威圧するのが目的ではなさそうですが。多分体裁を整えるのが目的だったんだと思う。共和国の大統領が教団事件の解決に貢献した私たちに。クロスベルの事件は自分たちにとっての事件、つまり宗主国としての領有権を改めて強調してきたのか。そのために呼んだのかよ。大国のトップってのはやっぱりとんでもねえな。まあ自治州議会の議員とは明らかに格が違いそうだね。最初の方はどんな話があるんでしょう。わからない。とにかく腹をくくっておこう。あれが最小の部屋か。多分あそこを訪ねたら休憩時間も終わりだろう。他にやり残したことはないかな。クロスベル警察特務支援課だな。最小閣下がお待ちだ。そのまま入るがいい。それでは失礼。なんか偉そうですね。さすが帝国軍人、無駄に威圧的だね。失礼します。オズボーン宰相閣下。クロスベル警察特務支援課。入ってきたまえ。この光景、地上をこの高さから見下ろせるような建造物。かつて栄華を誇ったという古代文明に届く所業だろうな。1200年前のゼムリア文明のことですね。ああ、なんでも魔法みたいに便利な文明があったそうだが。単なる理想郷というわけでは必ずしもなかった。昨年リベールの異変時に出現した巨大な浮遊都市、あれもゼムリアの時代に建造され、そして人の手で封印されたそうだ。人の可能性と愚かさの象徴として。人の可能性と愚かさ。その随分お詳しいのですね。それほどでもない。特にクロスベルに関しては
ヨアヒムなる教団司祭ほどにも真実に至っていない。そんなことまで。それにわからないことがあるからこそ世の中というものは面白い。手の内が全て見えたゲームなど退屈の極みというもの。そう思わないか、ワジヘミスピ。僕の名前もご存じ、いや逆に名前しか知らないということかな。いや、そして興味がないというだけのこと。刀身の継承の方がむしろ興味をそそられる。帝国情報局、素晴らしい情報収集能力をお持ちのようですね。エレボニア帝国政府代表、ギリアス・オズボーン。それで最小閣下、お話に付き合うというのは一体どういう。どうやら大抵のことはすでにご存知みたいですが。何、単なるおしゃべりだ。もしくは意識調査と言い換えてもいいだろう。意識調査なら直裁に尋ねよう。君たちはこのクロスベルがどれだけ持つと考えている。また露骨な質問だね。別に大はない。ただ栄枯盛衰は歴史の常。滅びなかった国は存在しない。常に重要だ。時に数勢をひっくり返し歴史そのものを動かすこともまれではないだろう。人は無力な存在ではない。私もその可能性を信じている。それじゃあ。だがその意志同士がぶつかり合った場合、小さな石はより大きな石に飲み込まれ、その火星を大きくする。そうして生まれた豪華が地上にいくつも現れた時、あらゆる正義と倫理は灼熱に溶け、世界は一面の炎に包まれる。そんな光景が容易に現世できるのではない。帝国や共和国に比べたら小さな意志かもしれません。ですが大きな炎が小さな炎を必ず飲み込むとは限らないでしょう。かつて帝国の侵攻を退けたリベール王国のように。12年前の百日戦役か。その通り。意志には強さが問われる。リベールの小さくも強き意志は帝国の大きく乱れた意志を見事打ち勝ったという。それは確かにクロスベルにとって一つの教訓と言える。果たしてクロスベルの民はリベールの民ほどの誇りと強さが備わっているかは知らん。
休憩時間も終わりだ。ああ、帝国政府からは特に勲章を送るつもりはない。下手に平民に勲章を送ったら貴族勢力がうるさいのでね。お前たち運が良かったな。あれほど上機嫌な閣下はあまり見られるものではない。おいおい、何の冗談だ。お前たちのことを気に入ったということだろう。重い言葉かもしれんが、まずは受け止めてみるがいい。私の立場から言えたことではないがな。とてつもなかったわね。つうか、化け物すぎんだろ。ああ、なんていうか、立ってる次元が違う気がする。ティオ、大丈夫か？はい、なんとか、あの人から伝わってきた炎のイメージが強烈すぎて、めまいを起こしましたけど。無理ないよ、私ですら何か見えた気がしたもの。鉄血宰相か、まさに怪物って感じだね。クロスベル程度なら人の身にしてしまいそうだな。でも俺たちを殴るために呼び出したわけでもないだろ。大統領もそうだけど、俺たちに興味があったというのなら、いい勉強をさせてもらったと考えた方が。あなたのそういうところはちょっと真似できないわね。ああ、ポジティブすぎんだろ。でも確かに落ち込んでも仕方ないですよ。そうですね、得られた教訓は生かさないと。とにかく休憩時間も終わりだ。ダドリーさんのところに戻って会見の結果を伝えておこう。宗教団体一つで、それも治安維持組織が操られるなど前代未聞の形によ。詳細については皆様にもお伝えしてあると思いますが。詳細が問題なのではない、危機管理質が問題なのだ。事件の際、滞在していた帝国人の生命と財産が脅かされた事実も。待ちたまえ、最初。損害賠償と慰謝料については、すでに手続きが行われているはずだ。この上さらにミラを出せというのは、我が帝国の度量が問われるだろう。いえ、殿下。そういう問題ではありません。問題は彼らが、クロスベル自治州政府がどうやってさまざまな安全を保障できるかです。生命の安全、財産の安全、貿易、金融市場への信頼の安全、戦争にかまけ怪しげな輩どもにつけ込まれるような者たちに果たして保障できましょうか。だがハントマン元議長が失脚し、腐敗も浄化されつつあるとき。いやいや、大公閣下、ことはそう簡単ではありませんぞ。クロスベルの政治風土はもともと腐敗しがちな傾向にあります。ディーター市長、マクダエル議長は政治家としても傑出されていますが、仮に彼らに何かあった場合、逆戻りになるのではありませんか。悲観的な話になりますが、もともと政治に腐敗はつきものです。それは
クロスベルだけではなく我が国も含めてどこも同じならば、今はお二人が任期中に健全な政治体制を作れるか見守るべきではないでしょうか。失礼ながら殿下はお若い、希望を信じたくなる気もわかります。ですがクロスベルは伝統ある王家をいただくリベールとは違うのです。よりどころとなる権威のないところでは政治は核もたやすく弱体化する。それは歴史が証明しているでしょう。それは、我が国には君主はおりませんが栄誉ある共和国憲章があります。これは100年前の革命の時、さまざまな勢力と民族が集まって作り上げた奇跡的なものでしてな。それを頼りに我が国の政治はたとえ腐敗しても誇りを失わずに存続できたと言えるでしょう。お言葉ですが、我々にも誇りある自治州法が存在します。歴史的経緯から様々な不備が発生しているのも確かですが、それでも少しずつですが改善できているのも確かです。弁護士、ここ10年で行われた自治州法の追加改正項目はどの程度か。そうですな、詳しい資料はありませんがおよそ50というところでしょうか。10年でたった50、それはいささか驚きですな。1年にわずか5つですか。いえ、ここ数年では去年は確か12の項目が追加改正されたはずでしたね。ああ、金融と動力ネットに関する諸項目の追加が多いが、いずれにせよその調子ではとても意義のある安全保障体制が早急に構築できるとも思えない。やはり現状を踏まえた対応策を話し合うべきである。それは同感ですが。やれやれ、あなた方がそこまで気が合うとは思わなかった。ノルド高原の領有問題についてもすぐに合意できるのではないか。これは一本取られましたな。ま、それについては別の機会に話し合いましょう。時間が惜しい。議論を移るべきでしょうか。わかりました。では、最小閣下の手。これって、イアン先生が心配していた通りですか。鉄血宰相と大統領に押し切られてるって感じだね。反論の糸口はないのかい。実際自治州法に様々な構造的欠陥があるのは事実なの。だからおじい様にしてもディーターおじ様にしても反論しにくいのでしょうけど。だがその構造的欠陥は70年前の自治州成立時に二大国から押し付けられたものだ。その上でのあの強引な発言は到底納得できるもんじゃないな。確信犯ってことかよ。いずれにせよ会議の内容は我々の関知するところではない。今は会議そのものが無事終了することに集中しておけ。
はい、もちろんです。それではまた一通り巡回を。捜査一課ダドリーだ。エモー君は一体どうした？何だと？何だ？何かあったみたいね。赤い星座と兵竜がそれぞれの拠点から動いたそうだ。一家の監視を振り切ったらしい。何だと？うろたえるな。これも想定の範囲内だ。何かあったら知らせるから引き続き警戒しておけ。了解で。ああそうだ、予備の警官隊を動かしてもいいかな。クソ、動きやがったか。一体何をするつもりだ。ランディさん。ランディ落ち着いてくれ。いくら赤い星座でもここに仕掛けるとは思えない。そうね、ビルの正面は警官隊が守っているし。まさかこんな時に抗争を始めるとか。それもちょっと不自然な気がするね。何ですと？今のは おじい様。最小閣下、今何とおっしゃられた？申し訳ないが、今一度繰り返していただきたい。お望みなら何度でも。クロスベル警備隊は解体、さらに他国の治安維持部隊をクロスベルに常駐させる。それが一番現実的だと申し上げる。お待ちください。最小閣下は不戦条約の条項を忘れではありませんか。ああ、武力でクロスベル問題を解決しないよう努めるですか。しかし別に侵略することを意味しているわけではありません。民間人を恐怖に陥れた軍隊もどきの役立たずな組織が解体すべきだと言っているのです。実際クロスベル警備隊など帝国軍または共和国軍の前には存在しないも同然です。高性能な装甲車にしても所詮戦車の前では紙切れ同然。そんなものに高い維持費を使うなら他国の戦力に安全保障を委ねる。いささか乱暴すぎる意見に思えますが、その他国の戦力というのはどこを指しているのかな。まさか最小閣下ともあろう人が歴史的経緯を忖度もせず。そうは申していいですが、必要ならば過去の因縁を水に流してでも帝国軍の力を提供すべきでしょう。それがゼブリア大陸西部の平和と発展につながるのだ。まあまあ皆さん、そう熱くならずに。最小閣下の提案は私もいささか強引に思えますが、ただまあ警備隊などという軍にもなりきれない治安維持組織が中途半端というのも分かります。うん、それでは。そこで提案なのですが、警備隊は規模を大幅に縮小、代わりにベルガード門を帝国軍、タングラム門を共和国軍が管理するというのはどうですかな。そうすればクロスベル氏の有事にもすぐに駆けつけることができましょう。大統領さん、検討に値するか。さすがは大統領か。あまたの野党の突き上げを裁きながら政権運営されているだけはあります。
貴族勢力を抑えて改革をされている最小閣下に比べれば。あなた方は。いい加減にしたまえ。ここは二国だけの会議ではないぞ。これは失礼した。いずれにせよ、かような方向に議論は流れてきた。お二人の意見はどうだ。ひどい。むちゃくちゃです。よくもあそこまで面の皮が厚くなれる。でも全く根拠がない提案というわけではないわ。こういう流れにだけはなってほしくなかったけど、ここがしのぎどころって感じだけど。こんな時に。ダドリーさんから。はい、バニングスで。俺だ、セルゲイだ。セルゲイ課長、どうしたんですか。時間がない、手短に話す。ソーニャから連絡があった。タングラム、ベルガード両門の付近に設置されたレーダー施設が破壊された。自治州領空に侵入する不審な飛行船を捕捉するための対空レーダー。どうやら噂になっていたテロリストどもの仕業らしい。ナドリーにも伝えたから、お前たちの方でも備えておけ。どうしたの。まさかおじきどもが何かやらかしたのか。いやそっち。皆さん少々よろしい。今この場で語られている安全保障の一つ、私の方から提案させてほしいことがあります。ほう。先ほどからおとなしいと思っていたが、何をおっしゃられるおつもりかな。ええ、それは。方々下がられよ。飛行艇。まさかテロリストどもか。ここで来たか。ご安心を。砲撃にも耐えられる特注の強化ガラスです。ですが念のため、全員お下がりください。ラインフォルドの高速艇か。ああ、間違いないだろう。もう一隻はベルヌ社の軍用ガンシップですね。ええ、連中に奪われたことは報告にありましたか。皆さんご無事ですか。ああ、なんとか。しかし連中はどこへ。聞こえているようだな。次に出席されている方々、我々は帝国解放戦線である。同じくカルバードの古き伝統を守るために立ち上がった反移民選択主義の一派の者だ。なんだと。帝国と共和国で活動しているテロリスト集団。この度我々は互いの憎むべき恩敵を疑うため、覚悟してもらおう。鉄血最将ロックスミス大統領、あなたにはここで消えていただく。忌まわしき東方人に侵食されたカルバードの伝統を守るためには、その
のくらいの荒領事が必要なのだ。愚かなことを。話にならんな。なが、ちょいとまずそうだな。ああ、来るぞ。仕業かもしれません。俺たちも行くぞ。とにかく35階に降りて首脳たちの安全を確保しないと。了解です。エレベーターがダメなら非常階段しかなさそうだな。